皆さんこんにちは。これはハリー・ベルトイヤが1952年デザインをしたサイドチェアです。当時アメリカのノル社から発売された一連のダイヤモンドシリーズのご覧の通りのサイドチェアバージョンです。スチールをワイヤー状に組んであります。ベルトイヤはまるで空気に座っているかのようだというふうに表現しています。縁の部分の仕上がりも非常にいいです。丁寧な仕事をしています。このベルトギアのサイドチェアを見ると、やはりこのイームズワイヤーメッシュチェアを思い浮かべると思います。この両者が似ているのには理由があります。ご存知の方もいらっしゃると思います。このイームズワイヤーメッシュチェアはハリー・ベルトイヤがイームズオフィスに在籍していた時に彼の功績により作り上げたものなんです。それからベルトイヤはノルに行き、52年にこのワイヤーチェアを作ってるんですが、それがどうしてもですね、後発の問題といいますか、後から作って似てるものっていうふうに判断されたので、ハーマン・ミラー社が訴訟したっていう話もあるんですけど、こうした理由があるのでこの2つはデザインが似てるわけなんです。両方ともベルトイヤのものといえばベルトイヤのものなんですけど、これは完全にハリー・ベルトイヤが彼の独創的な感性によって作り上げたもので、ワイヤーメッシュチェアに関してはこれは実務を手掛けたという考えでしょうね。チャールズ・イームズの考えを彼自身が実行したという考えに近いんじゃないかなと思います。とにかくそんな理由のこの2つの椅子です。ダイニングテーブルと合わせてダイニングチェアとして使うんなら、このサイドチェアがサイズ的にぴったりです。はい、座り心地に関してですけども、見た目通りです。スチールのワイヤーですから、それは痛いですよね。痛いですよ。座面にクッション引くとか、背もたれまでクッションついたやつもあるので、そういうので補ってもいいと思うんですけども、でもこれはベルトイヤの作品なんです。ハリー・ベルトイヤは金属彫刻家です。金属彫刻家が作った作品に座れるという考えなんだったら、もう多少座り心地がどうとかいう話じゃないですよね。もうこれを使うということ自体がいいわけですから。なんでしたら座らなくてもいいです。飾っとくだけでもかっこいいです。金属彫刻ですから。実際に使うんだったらちゃんと、シートパッドぐらいは使った方がいいと思いますよ。もうこれがあるだけで全然違いますから。デザイン的に雨が降っても水がたまらないので、アウトドアで使えなくもないです。ただアウトドアで使ってこれが無事かどうかっていうのは別の話なんですけど、実際アウトドアで使われているケースはあります。例えばこのノルデザインでもその事例が紹介されています。これですね、見えますか。これはニューヨークのペイリーバークというところで実際に使われている光景です。これは古い写真なんですけど、今でもこのペイリーパーク行くとですね、ちゃんと置いてあります。実際私もニューヨーク行った時にこのペイリーパーク実際立ち寄ったんですけど、ちゃんとこのベルトイヤのサイドチェア置いてありました。ニューヨークに行った際には見ていってください。でもこれ外に野ざらしで使うのはちょっとなんかもったいない気もしますけどね。そんなお金のこととか気にしない人はいいかもしれません。ベルトイヤのチェアは座っても座らなくてもどちらでもいいと思います。ミッドセンチュリー期の名作チェアですね。参考にどうぞ。では。